吉田さん柳沢慎吾だと思うんですけど唐沢慎吾じゃなくて柳,柳沢慎吾ですよねなんかちょっと出っ歯っぽいあの役者ですけども彼もいい役をやってますよね結構ね、うん、で確かにあのすごくひどい目にあって万田銀次郎がね感情的になる場面っていうのは珍しいんですけどもあの作品の長編の中で、まあ、唯一見たかなってことですよね うん、確かに事務所の前でね血みどろになったえ柳さ信号を見てなんかこう涙ぐんでるっていうかね決意を新たにしてるところだったんですよね。まあ人っていうのはその感情的になる部分っていうのが非常に必要で感情がある悔しいと思ったり憧れたり強く念じたりするそれをやっぱりこう叶えるためにもしくはその感情に素直に生きるために。 徹底的に冷静にロジカルになっていくっていうその組み合わせなんですよね。まあ、ロジックだけで効率だけでやっていけないように人は感情で突破するってこともあると思うんですよ。すね、悲しみを耐えていくのも気持ちの持ちようですしね。でそのダキンジ郎の物語ってのもある意味その職業に憧れるってとこありますよね。あこういう風な金貸しになりたいな悪党には悪党のモラルを持ちたいなと。悪党なんだけども 悪いだけじゃなくってちょっとやっぱりね自分なりのこの義理を貫いた時にまあ世間的には良くないことだけどもでも必ず助けてる人がそこにいるとかね。うん、で結局その世の中にねあの今森喜朗っていう人がねオリンピックのことでかなりね揉めてますけども、うん、確かに森喜朗は。 かしい人ですよ自分の権力を使ってねさまざまな不平を貫いてきてるとかスポンサーの選択とかも公平にではなくって一番自分に利益をもたらしてくれた人に選ぶとかねでオリンピックを強行するところまで来ちゃったみたいなところありますけどね、うん、でもやっぱりああいう人でも何かの役に立ってるんですよねきっとね、まあ、そういう見方をしていると もっともっとビジネスってのを深く知ることができるのかなと思いますけどね。なんかバッテリー切れやすいですね今日は。以上です。